そう、サッカー森保監督の続投、やっぱり納得いかないとの声。4年間やり続けたポゼッションサッカーを捨てて、ワールドカップでカウンターサッカーやった森保が続投するのはおかしいよな。何一つ目標達成してないのにな。異常だよ。ドイツ、スペインに勝ったことは評価するが、目標未達なことを忘れてるよね。ワールドカップだけでなくアジア、五輪全部ダメだったのに。え？最近の代表はポゼッションにこだわらなくなってるけど。ポゼッションサッカーなんて大してしてなくね。守備的だからずっと叩かれてたのに。ポゼッションサッカーって、守備戦術だぞ。ポイチがやり続けたポゼッションサッカー。森保解任して栗山呼べよ。森保じゃポゼッションサッカーは無理。ワールドカップでなんとなくごまかされてるけど、まあ森保ってこんなもんだったよな。見てるとフラストレーション溜まるという。森保は名監督。そんなたわごとを言っていた時期が日本にもありました。森保、やはり三笘はジョーカー。森保サッカーなんかこんなもん、もうクビにしろ。もしよければ、チャンネル登録お願いします。